こちら、とても可愛いナマズ。え、なんと手で掴まれた。一体何が？大型魚アクアリウムアロン78チャンネル淡水。どうも、アロン78です。というわけでね、今回は小若いの若きホープ西健さん宅にお邪魔させてもらいました。今回の西健さんは名古屋アクアズさんのスタッフさんですね。学生のアルバイトスタッフですが、非常に熱心にね、日々のお仕事されているのが伝わってきます。水替えだったり、水槽のメンテナンスだったり、入荷の仕分け、販売、 SNS 活動を頑張ってるのが伝わってきます。アクア界の若きホープね。はい、これね、ガレージですよね。キャンプ椅子のようなものが置いてありますが、あそこに座ってお魚見るんですよね。さあ、水槽を見ていきましょう。こちらの水槽が、120×75× 高さ 60cm の水槽ですね。メイン水槽ですよね。綺麗な金魚が泳いでます。化石金流ですね。あの西健さんのツイッターインスタグラムでね、もうほんとこの化石金流お気に入りだなっていうね、もう伝わってくる、もうねすごいたくさん投稿されてるんですけども、まあ、ほんと見てね伝わるように、愛されて飼育されている化石金流というのが見て取れます。迎えた当初はね、結構ね相手が強かったみたいなね投稿もしてたんで、ぜひね西健さんの投稿をチェックしてみてください。今ねもう本当に全体のバランスというか、プロポーションというか、鱗もヒレもね、すごい綺麗でいい金魚だなっていうふうに思います。そして底面にはね、ポリプテレス、エンドリケリーが4匹とラペンが1匹いるそうです。あとそれからプラチナのレッドヒンバルブと、あとそれからプレコですね。プレコがちょっとチラ写りなんですが、ムスタングプレコ×キンギャラプレコのショートボディだそうです。エンドリケリーもね丸々していて非常に状態が良さそうですね。このプラチナのレッドヒンバルブもね、いい感じに育っていて、きっとなんか残飯処理とかもしてくれそうなイメージがします。金龍がねすごい映えますね、この黒水槽に。はい、そしてろ過槽ですね。こちらは丈夫ろ過、大きいものを使われていますね。ウールボックスですね、開けるとまあシャワーパイプがあって、マットがねよく敷いてあります。そしてまたね、ろ過槽の方にもマットがあって、ネットにろ材が入れてあります。サンゴも入ってますね。そして証明書、絢爛飾ってあります。さあ、柱からの次は違う水槽ですね。サブ水槽丸1ですね。こちらの水槽のサイズは 60×45×45 の水槽ですね。これもねすごい綺麗に管理されてますね。メチニスが3匹、スポットトーキンキャットもいるそうです。またね、まあ、シンプルなレイアウトですけど、ガーネットサンドが敷いてあって、流木が置いてある、まあ、それだけでもね本当にちょっとね世界が変わりますからね。後ろにいるお魚がちょっとね恥ずかしがり屋のようですね。またミチニスもね、いろんな種類とかいたりするんで、こちらもコレクション性もありそうですよね。はい、ろ過槽です。なんとオーバーフローでしたね。丈夫ろ過ではなく、下段にろ過槽が置いてあります。ポンプで組み上げていくんでしょうね。こちらもね、もう本当にいい、ね、60の4号使いやすいですよね。からの、開けて、おっと、お家の方ですね、これはね。すごいね、西健さん、よく旅行ツイートとか、まあ、普段の、なんかね、グルメツイート、食べ物行った、スタバ行きましたみたいな、そういうツイートも、投稿もしてるんですけども、顔がね、すごい優しそうで、すごいセレブ顔なんですよね、西健さん。
すごいなんかすれてなさそうな人の良さそうな感じでね、幸せな家庭で育ったんだなっていうね、顔からにじみ出てます。はい、そしてこちらの可愛いのがバトラックスキャットですね。これもね、本当に口がでかくて、すごい食べるときにすごいでかい、自分の体調と比べてでかいサイズの餌というか魚捕食しますね。そして隣にも水槽がありますね。これは60センチ水槽ですかね。なんとこちらね、プレコ水槽ですね。金ペコオレイチがかける7匹いるそうです。これもやっぱり西健さん、ショップスタッフさんなんでね、いろんな魚種詳しそうですね。いやでもプレコも本当に奥が深くてめっちゃ沼で聞きますね。もう本当ピンからキリまでいたりいると思うんですけども、もうそのね、すごいプレコをやっぱブリードすることが楽しかったりだとか夢があったりとか、そういうのもね伝わってきますね。さあ、なんと西健さん、バトラスキャットを手掴んで何をしているんでしょうか。一体なんと口に餌を入れましたね。もう抱きかかえられて口に餌を運ばれる、もうなんか西健さんをまた捕まえて、なるほど、そういう食べさせ方いけちゃうんですね。普通の魚だったら大暴れしてね、警戒して食べないっていう感じしますけども、バトラスキャットもベタ慣れですね、完全に。まあ捕食してね、多分金魚とかも食べると思うんですけども、また行く西健さん、また行く、3回目の餌やり。口にね、おそらく冷凍の魚ですかね、餌は。なるほど、このねバトラックスキャットがねすごい可愛いですね。単独飼育にしているのもおそらく、多分公営業いるため、また行く、西健さんまた行く。西健さん食わせますね、西健さん。お腹パンパンです。これどんくらいかかるんですかね、消化に。もうねすごいお腹がね、もうこう膨らんで、また行く、西健さん。西健さんまた行っちゃうんすか。土壌ですね、きっと。これはおそらく冷凍の土壌ですかね。このバトラックスキャットのこの食いしん坊っぷりですよ。すごいです、このお腹がこの柔軟に膨らむっていうのもね。西健さんまた行くんすか。西健さん何回ですか、もうこれ。しかも土壌2匹入れてません、これ。バトラックスキャット、これすごいですね、この食べる量が。いやこれはすごい。西健さん、まだ行っちゃうんですか、西健さん。一体何匹食べるんですか。いやこれすごいですね。いやもうさすがにもうこれでお腹いっぱいだと思うんですけど、もうお腹パンパン。いやもう本当にバトラックスキャットはすごい、この自分よりでかいのはどうなんでしょう。ちょっと自分は飼育したことないんでわかんないんですけど、いろいろね、ネットの情報とか見てますと、ものすごいこう口がでかくて、お腹もこうやってご覧のようにね、大容量ですので、もうほんとでかい、魚丸飲みにしちゃうみたいなね。たまに口から尻尾が出てたりとか、本当に本営気をつけないとですね。はい、アクア界の若きホープ西健さんなんですけども、飼育業に対する思いは、自分の健康よりもまず魚の健康を一番に考えています。家族同様に僕は我が家の魚たちと接しています、そうです。ケンちゃんね、俺とタメぐらいの年齢なんですけども、本当に若くて元気でいいですよね。夢がありますよね。本当にやっぱ体力もあってね、
あの普段ショップさんでアルバイトスタッフとしてね、今はあの元気に働いて、もう本当ツイッターとかね SNS のね活動で紹介もねすごい頑張ってらっしゃるんですけども、あのこちらのね化石乳もねすごいあの投稿頻度も高くてね、本当にあのお気に入りで飼育されてるなっていうのがね伝わってきます。もうすごいでっかくなる姿ね期待してます。普段からね魚のことをしっかりするということをね、観察するということを心がけているそうです。アクアリストのとしての目標はね、まあ、ないみたいですが、本当に毎日をねあの一生懸命楽しく過ごしているというのがね伝わってきます。アクア界の若きホープ西健さんですけどね、アクアさんで働いてらっしゃいますので、そちらのねあの店内の様子の方も今度お伝えしていただきます。それではご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それではアクア界の若きホープ西健さん、ありがとうございました。